はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメッハー、新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富澤のアクロスプラザ富澤西さんの中にありますスタヤ書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしているんですがですね、まあ、こういった時期ということもありましてですね、どちらかというと一緒にやっているお店のですね、ワールドベイクドチーズケーキというですね、チーズケーキの専門店の方でですね、チーズケーキを焼いたりしている毎日が続いているためですね、ちょっとねお店の方がですねお休みになったりする場合もあるということもありましてですね、今日はコックコートを脱いでこんな感じ私服で撮影しております。はい、ということでですね、本日こちらの方でレビューしていきたいのはこちらですね。はい、じゃん、はい、行きましたね。なんて読むんですかね。ハブです。USB ハブです。はい、こちらの方をご紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということでですね、はい、こちらの方のですね M1 チップ搭載のですね一番新しい MacBook 使ってますか皆さんですね。あの、私もというかね、私はねちょっとしたトラブルがあってですね、まあちょっとあの別の、 動画ですね見ていただけるとあれなんですけど、 M1 チップで検索していただくと分かるんですけれども、ちょっとねいつも使ってた MacBook Pro がねちょっとねこうあの壊れてしまって時期があってですね、急遽ねどうしてもっていうことになってですね M1 チップが乗ったですね MacBook 購入したんですけれども、まああのちょうどね妻のパソコンがねちょっと入れ替えの時っていうのに入れ替えの時期っていうのもありましたので、まあ MacBook こちらの方はですねあの妻に譲ってね今まさに妻がメインで使っている、M1 チップ搭載の MacBook なんですけれども、まあねこれ買ってからだとするともう2ヶ月ぐらい経つんですかね。1ヶ月ぐらいのねレビューも出したんですけれども、まあね火の打ちどころがないっていうね動画を私出させていただいたんですけれども、まあねとは言っても、まあ、うちの妻がね使っている分にはいわゆるまあ、そんなにヘビーに使わなければあのそこまで不満点っていうのではないんですけれども、どうしてもねここまあ、まあ見てわかるんですけども、こっち側ねあの USB-C のコネクタないんですよ。 Type-C のコネクタないんですよ。これねあのヘッドフォン端子、3.5mm のヘッドフォン端子しかなくて、逆のねこちら側にね映るかな、はい、こちらの方、はいはい、こんな感じでね2つだけねタイプ C のまあ口があるという風な形になるわけなんですけれども、どうしてもね拡張するとなったら足りないんですよっていうかね、やりたいことをね全部これでやるとなったら足りないんですよどうしても、っていう風に皆さんも多分なってるんじゃないですかね。ね、あの M1 チップはもうすごい、この本体だけで言ったら本体だけで言ったらね本当にね叶うものはない。コスパとかもう本当にね、まあ前の動画でも言ってましたけど MacBook Pro の私最新の MacBook Pro で今あの仕事してるんですけれども、まあ音楽聞くとか聞きながら仕事したいとかっていう風になった時ですね、スピーカーっていう部分だけはどうしてもねこちらの方の M1 チップの方の搭載されている MacBook の方がですねちょっと弱いかなとかっていうのはありますけれども、まあねそれは重箱の隅つついた話であってですね、もうこれにかなうもの勝るものはないと、まあ最新の MacBook Pro を使っている人間からしてもですね勝てないんじゃないかなというふうに思っちゃうぐらいなんですけれども、唯一というかですね拡張性が悪いという意味でですね、やっと本題に入らせていただきます。ちょっと MacBook Pro 置いちゃいますね。壊したらまあまあ妻に本当に怒られちゃうんで、はい、こんな感じでじゃん、今回購入したのがこちらの方のメーカーのっていうか、まあ、ここにも出しましょうかね、 Amazon さんで購入したんですけれども、こちらの方のハブ USB ハブになります。まあね、ここはねまあUSB-C の端子になってまして、こちらの方に、いろんな端子が存在するというふうな感じですね。まあ、いわゆるね充電するときはこちらの方を使ってくださいというね、
USB の Type-C のケーブル、コネクタ口がありまして、まあ、USB の 2.0、まあね、まあ、まだね、そんなに USB のね、3.0 ばっけかりじゃなきゃダメってことはないんで、まあね、ハードディスクとかね、メモリースティックつなぐんだったらこちらの方になりますけれども、こんな感じで、3.0 の口も2つ存在しているという形ですね。あとはこちらの方に、まだね、対応していないというかね、私が動画出している時点では対応してないんですけれども、こちらの方が片方だったら使えるんですけれども、 HDMI のこちらの方のコネクタがあります。はい、ということでね、これで終わりかと思いきやですね、全然まだまだあるわけですね。はい、もしもね、今後ね、ヘッドホン端子までもし、まあ、Mac がね、いらないって言い始めちゃったりとかしたらですよ、なんとついてるんですね、こちらにも。はい、こちらにもついてます。はい、そして今度こっち側には、今度はイーサネットですね、 LAN ケーブル、あとこちらの方に15ピンの、モニターの、コネクターと、もうね、ありとあらゆるコネクターがですね、すべてこれ1個で揃っちゃうね。大きさちょっと比べてみましょうか。 M1 チップのね、搭載されている MacBook とね、大きさ比べた時に、まあ、こんな感じですよ。厚みはね、ちょっとあるかな。はい、厚みはね、ちょっとあるかなとは思いますけど、ですけどこれね、もうほんとね、ビジネスバッグに1個、自宅に1個ぐらいね、もうね、置いとくべきものじゃないかなというふうに思ってます。これがね、あればもうね、家帰ってきてカチャッとこれをつないじゃえばね、もうすぐにまあ、全ての機能が使えるようになる。 あともう一つ忘れてましたね、ここ、はい、SD のコネクターがある、これも重要ですよね。 SD と、マイクロ SD、 なんかね、なんか情報によるとね、 M1 チップが積まれた MacBook Pro 今年中に出るらしいんですけど、それにはね、SD のね、口があるっていうね、これあの SD 自体を入れることができるね、あの場所が本体についているって、ちょっとかなり熱い展開のね、もしかしたらあの MacBook Air ではこれ必要ですけど、 MacBook Pro では必要なくなっちゃうかもしれないんですけども、やっぱりね、あのこれね、あの最低限必要なものっていうのがどうしてもこう必要になっちゃう、こうね、あのものっていうのがあるので、こう1個持っておいて、もしくはオフィスと仕事場と自宅と2つね、持っておいてもいいんじゃないかなって思えるね、これが決定版になるんじゃないかなと。これ以上小さいってやつもなかなか見つからないですし、あとこれのこれがこう横にこう長いやつで、ノートパソコンの下に敷いて使いましょうみたいなやつあるんですけど、あれはね、あれでね、こうなんていうか、素材が気に入らなかったりとかする、買ってね、素材が気に入らなかったりとかすると、なんかノートパソコン傷ついちゃうんじゃないかなとかね、あとあんなに角度つかなくていいんだよなっていう風な時にね、ちょっとやっぱり長すぎて邪魔で、持ち運びが結構邪魔になっちゃうんですけど、これだとね、もうこうやって持ち運べちゃう、かなりねコンパクト、あのバッグとかに入れてもね、全然こう負担にならない。女性のバッグなんかもね、特にね、こうちょっと幅が狭いバッグとかが多いんで、なのでそういう風なことからしてもね、あの形状としてはこれがベストなんじゃないかなという風に私は思います。はい、ということもありまして、決定版というですね、決定版 M1 チップの MacBook にぴったりな決定版ハブということで、今回はこちらの方をご紹介させていただきました。はい、まあ、これがあればもう全て叶うよという風なことでですね、実際にね、いらない場合もそりゃあるっちゃあるんですよね。なのでいらない場合はもうこれ1個持って歩くて OK っていう風に言うのであればですね、ぜひね、これ、購入していただいて、
まあ、自宅とかだけでもいいんじゃないですかね。どちらか1個でもいいと思いますけど、あとバッグの中に入れるでもいいと思うんですけれども、持ち歩くことができるとですね、非常にですね、ストレスフリーなですね、MacBook のですね、M1 チップを積んだ MacBook のですね、運用ができるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんも、チェックしてみていただければと思います。はい、ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。ちょっとでもですね、面白かったとかですね、ちょっとでもあこんなのあるんだねとかね、ちょっとねちょっとでも思っていただいた方いらっしゃったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。それでは。